多賀神社は、宮城県旧名取郡にある神社である、道の区国縁儀式式内社百座の内名取郡にある二座の、内の一座、多賀神社であり、現在仙台市大白区富沢と名取市高柳に鎮座する二社が論者とされている。多賀神社の鎮座する地域には、富沢遺跡、大野田遺跡などの縄文時代の遺跡や、大野田古墳群、郡山遺跡があるなど、 歴史的にも重要な地域であった。多賀神社は仙台市内で一番古い神社であり、社殿によれば、慶光天皇40年に日本穂高が遠い征伐の時に誕生したという。第21代有略天皇2年には、慶殿五十八幡を賜り、神霊祭式を行ったと伝わる。王子は、大高宮と呼ばれていたという。慶大有書書によると、 多賀神社はこの地方の守護神として、領主や武将から厚く崇敬されたという。第70代、五霊勢天皇の御代には、神寿府将軍である玄義家が統制の折に、名取川を渡り当社に参拝し、武運長級を祈願し自筆のものを奉納したという。教皇年間に建ててあった刈リミアが大破。その後も、歴代仙台藩主から崇敬されたが、伊達従村の寄進を受け、 安永四年に社殿の不審が行われた。角田上主であった石川宗光からも多賀神社伊沢木の村の信号献上を受け、奥方の第三や次女の三景で神社も賑わったと伝わる。明治五年四月に尊社に指定、同四十二年には大野田地区の春日神社と東大野田地区の宝龍神社を合祀し、大正八年の八月には平白とも神社に指定された。 慶光天皇28年2月に日本穂高による統制の檻に誕生されたと伝わる。有力天皇2年11月に再祀殿として慶伝58度場を建て祭り、祭礼を行ったという。当社の東にはその檻に賜った再祀殿にちなむ慶伝という地名が残されている。神社の由緒によれば、日本穂高が統制のために欧州へやってきたとき、 相次ぐ戦いや長旅によって重い病気を患ってしまった。その時、柳の生い茂る温暖な地で祭壇や祠を設けて、病気兵輸を祈願したところ回復し、無事に大和の地へ帰ることができたという。その病気兵輸や国家安寧を祈願した祠が、多賀神社の始まりだと伝わる。当社の鎮座する地域にはこの遺書にちなむ地域名が現在も残されている。 また、当社の南東970メートルの民家敷地内には、日本穂高の神霊を祀る白鳥神社が鎮座している。当社は、仙台市大白区、富澤の多賀神社との間で、敷内社、多賀神社がどちらの神社であるかという論争がたびたび起こったという。歴史書、新鮮道の工夫時には、多賀神社は富澤村にあり今は、高柳村に鎮座するという。 しかし、高柳の多賀神社は、王子は、若宮八幡と呼ばれていたものを、多賀神社へ改称したものであると書かれているとある。明治二十二年にも論争が起こり、それにより、富沢の多賀神社を式内社、高柳の多賀神社は、再始殿などの車両のあった地だとした。大白区の西多賀の地名は、富沢の多賀神社にちなむもので、ゆり上地区や高柳の当社付近は以前は、 トータガと呼ばれていた。明治4年2月には校舎になり、その後平白とも新社に指定された。藩主や道の区国主からも損数を集めていた。日本穂高の由緒にちなみ、特に病気併優、延命長寿にご利益がある神社として、近隣地域のみならず、他県からも多くの数計者を集めている。ありがとうございます。